そんなんなってもここにいたいんだ。せやね、あんたにもうちにもここしかあれへん。ここしかあれへんねん。ネットゲームザ・ワールド・ディビジョン2。今やそこは他のプレイヤーを餌食にする PC、 すなわち PK たちの横行する無法地帯となっていた。 PK たちから死の恐怖と恐れられる PKK のハセオは、長い間探し求めていたシノの仇トライエッジと遭遇するが、全く歯が立たず、データドレインによってレベル1にされてしまう。トライエッジに勝つための力を求めるハセオは、使用外の現象、アイダと、それに対抗できる非分使いの存在を知り、その力の具現化であるアバターに魅せられていく。執拗にハセオを狙い続ける PK ボルド、月の木ギルドの七番隊隊長松、かつてのチャンピオンの座を取り戻すため戦い続ける陽子、彼らとの戦いを通じて非分使いとして人間として成長を遂げていくハセオ、高魔球に君臨する華麗なる王者エンデュランスを打ち破ったハセオは、彼が過去に失った何かをアイダによって埋めようとしていたことを知る。新たなチャンピオンとなったハセオの戴冠式の日、月の木の少女アトリが失踪する。彼女を探してアウタースペースに訪れたハセオは、そこでトライエッジと遭遇する。トライエッジとの二度目の戦いはハセオの勝利で終わった。粉々のデータ片となって消失するトライエッジ。誰もが気を許したその時、突然噴出したアイダの無数の触手が、アトリの体を貫いた。私、アトリ、ハセオさん、アトリ、起きなきゃ。また怒られちゃうよ。アトリ、アトリ、私ちっともハセオさんみたいに、私、おい、アトリ、アトリ、ここはアットホームよ、私たちの。アットホーム、私、オーバンさんに言われて音が聞こえてきて。落ち着いて、アトリちゃん。
トリー、そこから離れろ。大丈夫か？おい、アトリー。くそ、またかよ。また、俺は。ハセオ、俺に任せろ。おい、俺のメイガー。大丈夫、もう怖くないからさ。具合はどうなんだ、アトリ。どっか痛いとことか。大丈夫です、私。あれ、声が。そういえばさっきからアトリちゃんの声聞こえないけど。マイクの故障じゃないの？こういう時は一旦ログアウトして再起動。ログアウトと。あれ？私ログアウトできないっていうか、ここどこだっけ？私どこにいるんだっけ？ここはレイブンの。違う、そんなんじゃない。これってネットゲームですよね？そうだけど。PC はそのままでいいから、M2D 外して。待って。待ってよ。私たち、今どこにいるんだっけ？どこって、だから…なんだ、これ。ハセオ、お前は、お前今どこにいる？え？俺、直接この世界を見てる。俺は、リアルの俺はどこに行ったんだ？ログアウトだ！全員ログアウト！クソ、ログアウトできねえ。どういうことなんだよ、これは。俺たち、悪い夢でも見てるのか？落ち着きたまえ。現在、ザ・ワールドの全てのプレイヤーがサーバーからログアウトできなくなっている模様だ。全てのプレイヤーが？そうだ。現段階では間現象である疑いが最も強い。待てよ。ログアウトできないのはともかく、俺たちは今本当にゲームの中にいる。
いくら間だからってこんなことが。君の感覚は自分が今ゲーム世界にあると告げているはずだ。この事実が虚構だというのであれば、リアルとはどこにある？ありえないと否定しない限り、この世にありえないことなどないのだ。アトリちゃんの声が聞こえないのもアイダの影響かもしれないね。アイダって何のことですか？バグとか？とにかく状況をつかまないと。ログアウトが不可能であることを除けば、ゲーム自体は正常に作動しているようだ。カオスゲートやプラットフォーム、セーブ屋なども利用できる。セーブしてデータの保全はできるが、外部メールや BBS の確認は不可能だ。まだ情報が足りない。各人、現状の調査をしてほしい。パイはエリアを、クーンはルミナクロスを探ってくれ。了解しました。わかった。ハセオはマクアヌを。仕方ねえな。あの君はここで休んでいたまえ。マクアヌで聞き込みしないとな。なるべく大勢の PC から様子を聞いてみよう。